私の彼氏が一番電話リクエストチャレンジイエーイ。確かにありがとう。せーの、今日好き。こんにちは、上野堀也です。三雲瑠璃です。内山優香です。お願いします。お願いします。今回の企画は私の彼氏が一番電話リクエストチャレンジイエーイ。これから3人一斉に自分の彼氏にワン切りをしたいと思います。そしてワン切りをしてから彼氏から折り返し電話が来るのが早い順に30ポイント、20ポイント、10ポイントと得点をゲットすることができます。さらにその折り返し電話の間、制限時間1分以内に彼氏から好きと言わせることができたら時間が早かった順に30ポイント、20ポイント、10ポイントと得点をゲットすることができ、折り返しの時間との合計得点が一番高かった人が勝ちというゲームになります。そして今回最も高得点だった人にはご褒美が用意されているということなので、ご褒美をゲットできるように頑張って高得点を狙っていきましょう。頑張ろう、頑張ろう。ちょっと不安やけどな。不安やけどね。ちょっと企画を始めていきましょう。せーの、スタート。ちなみに折り返しが30分経ってもない場合はタイムオーバーとなりますが、必ず折り返しが来ると彼氏を信じて折り返しを待ちたいと思います。せーので。できる、いつ来るの。あ、来てた。あ、ワンゲットどういうこと。ワンゲットそういうことやん。でもう一回、もう一回。ちょ、待って、5分後。誰かな、見ろよ。お願い、お願い。なんか LINE 来そう、先にどうしたみたいな。どうした、確かに間違えたとかさ、いつも電話するとしても夜だから、昼だとなんか間違いだと思う。確かに確かに、あんま関係ないな、昼。で、これもあれじゃない、2ヶ月迎えてたから。そう、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。私たちはちょっと待って、5ヶ月でね。やばいね、やばいっしょ。5ヶ月ですよ。え、何日で。29。もうあと何日、2日後。うん、早いね。早いね。え、早くなった。出ます。もしもし、はい。え、うちのことどう思ってる。急に、うん、誰かと。女いないよ。今ね、企画で、企画でやってて、そう、で、1位でした。うわ。あの、優香さんがね、一番最初にかかってきたので、まあ、30歩いただきました。30ポイントゲットということで、まあ、おめでとう。おめでとう。ありがとう。ちょっとこのまま出なかったら、あの、ちょっと気まずいので、あの、新ルールを考えました。5分に1回電話しましょう。お願いします。番切りでお願いします。2人は普段どんな会話してるんですか。おっ、2人じゃない。待って、今無理って来たんだけど。え、電話が今無理って。ねえ、どうするんですか。あるんですか。そこです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 。緊急事態緊急事態ですか。マイクさん、学校で今無理ということでした。まだ25分あるから大丈夫。どうした。お寿司です。どうした。授業なうだって。ねえ、授業なう。うちも一緒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 。これもう一回かけていいですか。これさ、授業なうでさ、もう授業多分出ろ。すみません、ただいまですね、速報というものが入りまして、はい、すみません、私たちの、彼氏ですね、学校に行ってまして、大学生なんで、まだ時間があると、ね、まだ授業があるんですけど、授業中ということで、今電話に出れない、それは授業をしてて偉いです。偉いです。偉いよ。でもちょっと速報的に、ちょっと今電話を出るのが厳しいということで、何分に授業が終わるかわからないので、5分後にもう一回かけたいと思います。ね、怖い、出るかな。いきますよ、一斉ので。アップな。ねえ、マジで申し訳ない。でもさ、ここまでさ、電話だけでさ、LINE 返さんってさ、ちょっと気にならん、どうしたんか。確かに。
お、なんて来た？絶対無理って言うやん。なんで来ましたか？なんだろう、秒で切れたけど。そりゃ、確かに、ワンギリだからね。確かにね、確かに。はてな、秒で切れたけど、だって。ライン来ましたよ。出てきた。授業中やから出られへんねん、涙マーク。どうした？どうした？お元気。なんか授業ちょっと15分が経ったんですけども、はい、やっぱ授業中という厳しい困難に私たちは会いまして、うん、はい、LINE が来てる状態なんですけど、はい、無視をしてしまってる、うん、既読無視状態です、ごめんなさい。 LINE を返したい、一旦返そう、うん、かわいそう、うんうん、返します。チャンスかもしれないので、うん、ちょっと LINE だけ、ね、いつ出れるっていうのだけ、うん、OK、聞こう。はい、いつ出れる？ハテナマークを送りました。今撮影中でしょって来た。え、バレてるじゃん。30分後に終わると思うので、はい、終わったら書き直すわと来ました。ルール30分経ってもない場合はタイムオーバーなので、はい、一応30分が経ってしまったということで、はい、私たちは、はい、タイムオーバーです。タイムオーバーです、はい。これは、あとはあのルルとユアの勝負になるんですけど、そうですね、どっちが先にかかってくるかちょっと待っていきたいと思います。はい、何時に出れるというお聞きしたところ、うん、とんでもない答えが返ってきました。はい、何返ってきた内容がですね、20時ぐらいなら出れる。はい、8時、夜の8時。何時間後だ？あと2時間後ぐらい。とりあえず20時に電話しとくわ。来ました。いきますよ、太陽。もしもしルルのことどう思う？かわいい。ルルのこともうちょっと、もうちょっと愛情込めて。はい、スーパーかわいい。ルルのことどう思う？ちょっと待って、トイレとか行かないと思う。ルルのことどう思う？好き。ありがとう。授業お疲れな。はい、じゃあね、バイバイ。はい、よし、ブラボー。え、これ何秒だ？僅差じゃない？え、分かんない。それでは結果発表。まあ、2人ちょっといい金、あの金差じゃなったちゃんだかって、うん、気になるね。金差だったんじゃないかなと思います。合計点数を発表します。ゆうか50点、ルル50点、ゆは脱落。ルルとユウカが同点、同点ということで、ルル、ユウカの勝利です。え、50点。気まずい。気まずい。ご褒美があるみたいなので、何？1本3000円の高級ガトーショコラです。ねえ、みんな知ってね。待って、これが3000円の、これは美味しい、もう美味しい、やばいっすね。見てください、じゃじゃ、皆さん見てください。キラキラキラ。すいません皆さん、すっごい次は嬉しい情報が入りました。はい、何ですか？何ですか？今なら少し電話出れるよ。お、ということでね、早速電話していきます。早く早く、今外出てるとか。おい、もしもし、前とくん。はい。嫌なことどう思う？ん？嫌なことどう思う？嫌なことどう思う？そんな照れなくていいから早く。可愛いと思う。可愛いのは分かってる。次。大好きだよ。わ、ありがとうございます。それだけです。はい、はい。なんかさ、多分お母さんと言いたくない、うん、そうね、うんうん、言いにくかったんだよ。確かにお母さん、絶対お母さんと言ったよね。はい、ということでですね、あの、私無事電話かかってきたということで、よかった。よかった。皆さんお騒がせいたしました。ありがとうございます。はい、ということでですね、あの、好きと言わした秒数の結果発表をしていきたいと思います。はい、ユアが33秒、ルル24秒、ユウカ36秒ということで、じゃあ、まあ一応みんなかかってきたということで、うんうん、長く食べようや、ね、長く食べよう、食べようや、食べようや。では、ありがとう。いただきます。うん、濃厚、ね、なんかさ、やばらか、うん、うわーってなる、やばいね、すっごく濃厚。
濃厚で溶けます溶けます溶けますやばい、美味しい、止まらん、やば。ということで、今回は彼氏からの電話折り返しチャレンジに挑戦してみました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではバイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら、今日好きの最新話はこちら。また見てねー